ビンカンファイルのザックバラン TV。 さあ、というわけで本日も世田谷沿線世田谷線沿線若林ギャラリー233からお送りしています。ビンカンファイルの服部です。よろしくお願いします。ガヤの元気、ちょっとガヤの元気がすごいですけどね。さあ、本日はですね、ツイッターとかでも告知させていただきましたが、ウォーキングデッドシーズン8、配信記念企画となっております。いや皆さんね、見てますかね、ウォーキングデッドはね。僕なんかもね、ちょっと下手くそだな出てないんだからまだやめてくんないか。いや、これからね、まあまあ一人ってなんで一人なのかってこの後は話してっから俺よっよって挨拶みたいにするな。じゃあやってるんですけども、なんでね一人なのか後で分かると思うんですけども、今回はウォーキングデッドの、配信企画ということで、ちょ、皆さん見てますかね、改めてちょっと配信記念企画ですね、シーズン8配信記念企画です。そっちが見てますかね、皆さんね。配信記念、さっき話したらなんだか忘れちゃってたお前のせいで。シーズン8で僕もね見てるんですけどね、みんな好きだから。2週間ちょっと喋るなと。もうね、じゃあ早速でその記念企画のちょっと喋ってんだ。3話まで出てんだよ。何なのこれ。見た見た。じゃあもうやりますよ、もうじゃあちょっと待ってください。本日はウォーキングデッドの、特別編ということで、さすがに最初からやらせて、最初からやらせて、ちゃんとやらせて、喋んないでくれじゃん。ちょっと待って、というわけで本日の企画、早速参りたいと思います。ゾンビでごきげんよう。ね、このね、なんかちょっと聞いたことあるなと思う人もいるかもしれないですけどね、これね、以前ね、お昼にやってたあの番組がこの時間になんと復活したということで、ね、早速ちょっと本日のゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲストの皆さんどうぞ。ゾンビなのに統率がすごい。確かにね、みんなね、ゾンビはね、同じ方向歩いてきますからね、団体行動しますからね。ウォーキングデッドでもそうです。まだ早い、食べたら進まないから、まだ座っていた。用ができるゾンビもいます。皆さんね、一応ね、ウォーキングデッドの中ではゾンビ喋れないんですけれども、本日ちょっと喋れる方いるんですかね。ちょっとええー、割と喋れるな。喋れない、喋れてるな。え、あ、手あげる。ちゃんとちゃんと律儀な銀のあ、めちゃくちゃ元気ということでね。ねえ、早速ね、ちょっと紹介していただいていこうと思うんですけども、こちらからつげゾンビさんです。盛り上がってるの、わからない。これ盛り上がってるんですか。やっちゃダメ、笑っちゃダメの統率ルール、あれ指揮官ルールルールルールこれは早めに崩れそうですね、ルールも。さあ、こちら夢ゾンビでございます。唯一の今日ね、女性ゾンビということで。これいつゾンビになられたんですかね。バイトしてたら。バイトでバイト中ね、やっぱね、他のバイトがゾンビになった感じなのかな。ちょっと困ったもんじゃないですね。おい、合いの手うまいゾンビ、合いの手がうまいゾンビ。
こちら、かわいゾンビです。太ったゾンビもいるんですね。あ、食べてね、人を食べて。さあ、そして最後にこちら、ホビゾンビです。ちょっとこれは説明してもらおうかな。ちょっと前情報でいただいた話なんですけども、唯一、ウォーキングデッドを見てないゾンビです。これみんなね、みんな見た上で来てるのに、プリズンブレイクは見てる。ちょちょ、脱走のやつじゃないんだよ。ゾンビのやつで、ゾンビのイメージ。プリズンブレイク面白いから見ろよ。全然何食べないわかんないですけどね、ちょっと。なるほどね、といったところで、まあ、ごきげんようということで、皆さんにはね、こちらのサイコロを振っていただいて、出た目のお話をしていただくという、おしゃべりできますかね、これちょっと。かっけいやいや、完璧。でも企画内容的にはウォーキングデッドを見てない方でもお楽しみいただけるように。愛の手うまいやついるぞ。愛の手うまいゾンビが。ネタバレもありません。そうね、ウォーキングデッドね、特別企画ですけど、ウォーキングデッドについては全く話しません今日は。それでよろしいですね。さて、というわけでね、ちょっとそうやっていくわけなんですけども、本日の、おみやがあるということで、おみや、本日のおみや、こちらでございます。食べかけ、誰、これちょっと始まる前にこれお肉だから、これちょっとゾンビ食べちゃってる人いますね、これ転がし、おおありがとうございます。こちら誰、どちらの方がお持ちになられてくれたんですかね。ゾンビさん、ゾンビ特有が教授とはまた別のものが。で、誰がお持ちになられたんですか、これは。夢かい、夢か、夢ゾンビかい。私の土産です。これは何のお肉なんですかね。これ人の肉。そこは盛り上がらない。ちょっと待って、ちょっと待って。お手上げだ。いや、お手上げ出てるのか。お手上げか、これは。食べた、じゃあ誰か、じゃあね、お一口ちょっと味をちょっとレポートみたいなしていただきたいんですけど。いやいや、だってゾンビでしょ、だってゾンビは。でもね、何でもみんな新品しか食わないタイプのゾンビ。さっきちょっとガム食べたばっかだから。さっきガム、ガムは食べる、ガムは食べんだね。じゃ大丈夫か、これ金とか、金とかも映るの嫌だから。ゾンビ同士の金がね、映る可能性。でもちゃんとこれは後ほどね、美味しくいただきますんでね。出た、フォローゾンビ。じゃあありがとうございます。じゃあ、後でいただくとしてね。本当にいいんですか、食べなくていいんですか。カワゾンビさん、いいじゃん、おいしい、いいじゃん、おいしい、一応置いとこう。一応置いとこうね。大丈夫か、見てる人ちょっと声届いてんのかな、これ。大丈夫ですよね。もうちょっとはっきり喋っていただいても大丈夫かもしれないですね。できます。できます。すぐできた。これ言ったら、これ言ったら、これ言ったらやるね。じゃあ早速、アイドリングゾンビ、アイドリング、ちょっとあれ今日ちょっと変なゾンビですね。じゃあ早速ね、本日、ごきげんようということで、ちょっと早速サイコロトークをやっていこうと思うわけだ。じゃあまずはツゲゾンビさんから振っていただこうと思うんですけどもね、こちらじゃあ振っていただいて、ミュージックスタート。あ、おなじみの、出ました、よだれが出た話、略して
ベロベロおい、やりたくないときはやダメだぞ、これ繰り返すだったらあれ僕からみんなで繰り返すやつベロベロでいいのベロベロ、行きましょう。じゃあ、よだれが出た話、というわけで、つげさん、なんかありますでしょうね。こちらこれやったらやるって言ったじゃん。あ、なるほどなるほど。あれは、うん、1年前ですね。太った人よ。ちょっと力士が1週間前の。ちょっと行きまーす。仲間だ。ゾンビゾンビゾンビを続けて。さあどうぞ。よだれがね、はい、やっぱよだれが出る話って、よだれが出るほど嬉しかった。そうですね、嬉しかった話。うん、話。はい。あれちょっと待って。オフオフ。何ですか。ああ言うとりましたけどね。あれちょっと残ってるよ。なんで変なことあった今。いや切り替えの時期が分からなくて。これいつ人が話し出したら。切り替えてオッケーですよね、服部さん。そうね、オッケーですね。ルールこれルールとして、ルールはだって僕ちょっと分かんない。トークの時はトークですから。そうしましょう。そうですよね、さすがにやっぱね、確かにこの企画聞いた時点で無理があるんじゃないかと思って。いやいやね、ただそのあれなんだよね、もう始まって15分で結構ルールっていうのをやってたじゃん。で、これはこの投げてから1人目に行くまでが長くて、その出し切っちゃったってなんだよね。ゾンビバリエーション、僕らの中のバリエーションもないでしょ。ゾンビボケもそんなないです。そう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 、ないです。だから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 、そのところどころ見せていこう。わかりました、わかりました。もちろん僕の時はあくまで人に戻る。そういうこと、そういうこと。そうしましょう、そうしましょう。僕の時だけ人に戻れると。そう、昔の記憶があるわけだ。確かに確かに。なるほど。僕前にね、1週間前ぐらいなんですけどね、僕飲食店でバイトしてて、でものすごい怖い、怖そうな、もう本当にもうそっち系の人だなって人が来て、来た時点からもうおしぼり、もう普通にね、あの上着預かっておしぼりっていうのは遅えや。うわ怖いわ。もうどれだどれだ。まあゾンビ、ゾンビより怖いですか。ゾンビよりね、ちょうど同じ。ちょうど同じ。ちょうどゾンビぐらい怖いですね。角からサッと出てきたのゾンビ怖い。だいぶ怖い。角からサッと出てきても怖い。怖い怖い怖い。いや、すっごい。相当怖い人で、ドリンクとか持ってっても、押せよって言うし、で、料理どうしますかって言ったら、うめえもん持ってこいよ、お前。怖いですね、だいぶ。なんかメニューとかね、黒板にバーって書いてあるんだけど、すんごい怖い人がいたの。で、やだな、やだな、やだなって言って、ずーっと俺、その、対応はしてたわけ。帰るまで。まあバイトですからね。そう。最後お会計の時にまあお会計持ってったの。でその時もまあ態度悪いんだけど、まあ安いじゃねえかね。ありがとうございます。感じで。でその時に、とにかくポケットから携帯出したの。あれ？この携帯がうちのお母さんと同じ携帯だったの。え？同じだから同じ機種。機種、カバーじゃなくて、パカパカ、パカパカのね、ガラケーの赤いガラケー、うちの母ちゃんと同じ機種で、うわ、なんかこの人、なんか親近感感じると思って、なんかその時にファッと俺もなんかさ、その気が緩んだんだろうね、すみません、その携帯、うちの母ちゃんと一緒ですわって思わず言っちゃった。言っちゃった、嬉しくて。そしたら、え、お前の母ちゃんまだあのガラケー使ってんの？あれ？いや、スマホが、使いづらくて、ちょっと、もう、私わかんないわとか言うんですよ。つったら、俺も一緒だよ。お前の母ちゃん、そうなんか。それもこれ使ってんのか。わー、つって、5000円くれたの。今日ありがとうよ、つって。で、最後に帰る時にお見送りしなきゃいけないんだけど、お見送りしたら、また来るからなって言ってたんだけど、もう来ないでほしい、という話でございました。いやでも怖いですね。怖かったですよ。その嬉しい、怖さがあったからなんか嬉しいみたいな。そうだけど、振れ幅がね。5000円くれるのに来ないでほしいんですか。
ねもうまただって同じ手口を使える可能性も。うくれるか分かんない。スリー、スリー、スリー。濁すときそれやるのスリーじゃないですか。あ、もうこのパターンなしだからね、これは。もう、濁すのなしだからね、君たちは。え、これみんなが取ってくシステムですか。いい手法はもう先に取ったものだみたいなことなんですか。もう次も次しか使えないから、これはもう。もう切り替わんねえじゃん、もう。なるほどね、でもまあまあまあ、でも。まあでもね、いい話ですよね。確かに。怖かったところからの、いや、怖かったところからの、普通に5000円くれたらラッキーだし、確かに。ただ、本当に、その時よだれ出た。あー、5000円のね、ジュルッと出ました。ジュルリッと出ました。はい、ありがとうございます。はい、どうも。席替えタイムです。音楽あります。音楽、あ、出た出た。止まっちゃった。ループとこっけ、ループとこっけ、ループ、これね、ループ押してる。あ、というわけで切り替え、今一旦ちょっと切り替えで、これがゾンビです。ゾンビの皆さん、楽しめてる。早く早く早く遠くに進めてくれ。遠くだから。さすがに夢ゾンビさんの話、最後の振っていただきましょうか。はい、お願いします。お願いします。はい、あ、ここじゃないですね。早く難しいです、携帯がちょっと。ゾンビ出るかな、ゾンビ出るかな。じゃあ、噛みつきたくなった話、よいしょ。略して、ガブ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 。いや、ちょっとベロベロとかガブガブ多いな。ボキャブラリー2個つなげるっていうのね、やっぱ間違いないですから。そんな話ある。ないないない、普通はない、普通はない、はマジでない。だから噛みつけたくなった話でもね、ゾンビなんだからもあるはずじゃねえですかね。そうですね、噛みつきたく。はい、もうね、話でしょ、もうこれは。そんぐらいが噛みつけられるほど、なんかムカついたりとかすることはなかなかないですよね。実際に噛みつきたくなることほどないです。ない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 。噛みつき、かぶりつきたくなるような女子は今ね、話そうとしてたから今。ちょっと、椅子が…いや、大丈夫です。ちゃんとしてよ。椅子が折れちゃった。椅子が折れちゃった。椅子が折れちゃった。どのタイミングで。ゆめちゃんが噛みつきたくなった話。何このタイミングで噛みついたのか。おー、今だ。じゃあ、ゆめちゃん、今のだ。怖い。この番組怖い。怖いよ。体育の会がいい。体育の会がいい。はい、行きましょうよ。噛みつきたくなった話なんですけどね。そうですね、私、長年ですね、彼氏がいないんですけども。あ、だろうね、だろうね。ちょいちょいちょい。一ゲームね、一ゲーム。何回言うと思わなかった。ちょいちょいちょいで。そうなんですけど。行こう行こう。まあまあ言うても、あんまりいらないっていう感じなんですね。え、それはもう強がってんじゃないの。絶対嘘だよ。いや本当に超今がもう楽しくて充実しちゃってるんで、なんかいたところでねっていう話。そうかそうか。なんですけど、この間の深夜バイトをしていたらですね、あのとあるラインがこう届きまして、あれ、あの他事務所の女芸人の先輩だったんですけど、あのゆめちゃんのことを好きって言ってる人がいる。ただそれだけが送られてきて。ちょっとちょっと穏やかじゃない。ねえ。で動揺がすごくなっちゃって、バイト中だったんですから。めちゃめちゃ欲しいんじゃん。動揺しちゃうってことはめちゃめちゃ欲しいんじゃん。バイト中だったから、ゾンビになる前だったし。ああ、いやいけちゃうね。入れ込むのなんですね。それでちょっとあらららららってなって、ちょっとでもドッキリとかなんか冗談とか、原因ですからね。ありそうと思ったんで、え、
本当ですか、うん、バラみたいな、あ、ちょっとギャグにしてもいいみたいなね、いや本当だよみたいな来て、何も絵文字もなしに、えと思って、ちなみに誰ですかって聞いたら、プルルン金子、いや誰ちょっと待って、いやいやプルルン、ちょ今の感じだとプルルン金子さんだけ傷ついたから今プルルン金子さんが今、うん、願わくは見てな、見てないでやってる、あーまた話がねえ、話が終わったらこれ、ね、でいいんですか今の、ね、そう、今の気づかない今見つけなかった、プルルン金子の写真を見たの、見ました見ました、あ、どうだ、どうでした、あの39歳のすっごく太ったおじさんだったね、え、あ、プルル、え、芸人じゃなくて、あ、芸人、あ、芸人さんなんだ、芸人さんなんだ、ね、先輩なんじゃない、もうね、15年目らしいんですよ、いやいや、ダメダメダメ、誰誰とか言っちゃダメよ、15年の先輩にプルルンさんじゃないですか、いや、プルルン、多分俺らのこれ見たら説教されるよ15年目の人これ見たら説教してくる、そうだね、太っててプルルンってつけるぐらいリアリティを求めるから、ね、もっとベタにやれ、そうだね、ほんと、もっとベタやれ、純粋なことやれって言う、ベタやれ、じゃあもうその後も連絡はなかったんですか、いや、なかったです。あ、一回なんかこう、みんなで出かけ、うん、交換したの、あ、連絡先は、あの、グループを結成されて、結成っていう、結成っていう、なるほどなるほど、ね、で、そこで、まあ、まあ、ちょ、追加されて、なるほどね、で、今度ご飯行こうみたいな感じになりましたけど、あ、結構ガチだね、じゃあ、そうですね、だけど、いや、彼氏できちゃうんじゃないですか、確かに、いやいや、私はちょっと、いらないでね、いや、ないで、応用してたって、来て誰か気になっちゃってるでしょだって欲しいじゃん、もうそうでしょ、そうそう、デート行ってその話聞きたいですね、確かに、確かに、次はデート行った辺で、そうだ、あ、シーズン、シーズン9の配信シーズン9、シーズン9、シーズン9の配信企画で、あの、みんな素顔でやりましょう、素顔でみんな素顔で、ね、でも素顔じゃな、これやっぱ俺やりたかったからな、ジャンプそうそう、ね、結構楽しい、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 さあ、というわけで、いや、いい、いいね、確かに、席替えタイム、もはやここだけなんだよな、ゾンビ、ゾンビここだけなんだよな、はい、というわけで続きまして、カワゾンビさんのサイコロトークでございます、はい、早速じゃあこの感じで、はい、曲曲3回目なの3回目イカリゾンビ怖っ、押してないだろ、押せ押せゾンビ出るから、ゾンビ出るから、あっ、怖かった話、略してコアバナー、コアバナードキドキとかゾクゾクしちゃダメだったんですか、ここ覚えてない、さっきのとか何バナーでよかったんだね、ね、こういうのがブルブルとかね、小坂井さんやりそうじゃん、小坂井さんね、ほとんどの国民がわかりますよ、ゾンビ、ゾンビが喋る、ゾンビが喋るな、ゾンビが、いや、いいんですか、喋る、喋んなくていいんですね、喋りません、ううだぞ、ううだぞ、俺がその前の全部貼ってそうだよ、ううはやめて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 、一回ちょっと携帯見ますね、一回携帯見ますね、このゾンビも携帯になってるらしいですね、ゾンビメモ、ゾンビメモ、怖かった話ですけど、まあちょっとこの間なんですけど、あの、電車に乗って、電車にね、あの急にちょっとこの不思議なというか、うん、ちょ、まあ、変わったおじさんが乗ってきまして、うん、で僕は座ってたんですよ、そしたらね、これ入ってきて、はい、こう向かいの席、もう全部あの人は座ってるんですけど、はい、向かいの座ってる席のところに行って、おじさんが、えうーんっつって、ゾンビ、ゾンビ、俺もゾンビなんじゃないかと思って、ゾンビなんじゃないかと思ったんですけど、うーっつって立たすんです、座ってる人を、あー立てっていうこと、そうそうそう、立て立てみたいな、でみんなもなんかそれとなくこうやって立って、こういう、わかります、もう、まあ、怖いから、怖いし、怖いし、怖いし、これは怖い、立たして、で全員ガラガラになったんですよ、じゃあもうこれ座んのかなと思ったら、まあ、僕がね、そっちがカメラ側としたら、うーって立たしてガラガラになって、座んのかなったら、怖っ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 、何、何、何、と思ったわけですよ、そしたら、そのおじさんが急に
バキュンって言い出して言い出してで、それ川ゾンビに、川ゾンビいや、それが僕のこっちの時期はもうなんかね、結構大人の男性ばっかり育ってて、かたくなに意地で立たないみたいな感じです、怖いけど、怖いけど、これまあ屈しないみたいな、ちょっとしたプライドがありますもんね。で、俺ね、真ん中ら辺に座ってたんですよ。じゃ端っこのおじさんに向けてバキュンバキュンってずっと撃ってるんですよ。撃ってるって言空気銃って、これですよ。そうだね、見える人には見えるじゃん。見えねえよ。バキュンバキュンっつって、そしたらあの端っこのおじさんもなんかずっと撃たれ続けてるわけですよ。ずっと撃たれ続けて、そのもうね、コンクラですよ。バキュンっつってもう無視したんですけど、途中おじさんがなぜかバキュンって言ったら、で、撃たれたフリーしてました、サービス精神がね、あるから。そのおじさんがニヤーってしてつって、横の人をターゲットにしてパキューンパキューンって撃ち出したんですよ。で、その横のおじさんもこのおじさんが撃たれたフリーしてたから、もううーってやったんですよ。うーっつって、やべやべ、来る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 、俺の方に来るよ来るよ。その人からしたらルールは分かったよね、そうそうそう、これで行くよ、ね、ちょうどこのぐらいのね、こういう感じ、うんうん、はいはいはい、で撃たれた撃たれた、でこの人も撃たれた、やばい来ると思ったら、そのおじさんが俺だけ飛ばしたんですよ。いやそれねセッティングしといてね。こっちのルールができてるんで、こっちのやってよこのシステム。こっちはまだ分かってる。こっちはまだ分かってる。超怖くないですか？怖いよ、怖い、怖いっすわ。なんで俺だけ飛ばされたのっていう。いや怖いよ。怖い。怖いでしょ。一つ飛ばして。別品さん別品さんシステムの。だから全部前の車両までやって帰ってきたかもしれない。ああ、そっか。じゃあ待っちゃよかったんだ。でもやられたくない。そのままでも俺この打ち切って。次の駅で降りてった。降りてったんだ。そう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 。撃たれず、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 うんってやってた人たちは本当に撃たれてないのかな、それは。あー、どうでしょうね。ここ悪い。何発目かに出るんじゃない。この二人の悪い乗り出す。何発目かに出ることだった。出ちゃうかもしれない。確かにね。気候的なやつ。あー、リボルバーだったら危なかった。あー、そうね。6発目で出てた、それ。ていうか、で僕のことだけ生かしたかったんですね、じゃあ。そうだね、だから僕のことだけ敵じゃないって分かったんだから、リボルバー、俺もこっち側の人間だって思われたっていう、その感じなんでしょうね、多分。まあまあまあ、そういった話がまあございましたけどね。ちょっとハットさん、このセッティングだけしようか。あれを押して言ってたじゃないですか、ね、始まる前にあれを押したら落ちたからって言って、そしたらこのタイム、このタイムじゃなまた俺転がさなきゃいけないんじゃないかっていう、セイちゃん怖いから。そうなんだよね、リベンジみたいな、リベンジなんて今の話ダメだったらもう一回振れみたいな感じになっちゃうでしょ。すまっせん、すまっせんじゃない。はい、というわけでね、着替えタイム、はい、行きましょう。どんでもやり納めだからです。中見せるゾンビ。コップの中見せるゾンビ。さあ早速ホビーさん、こちら最後に振っていただいて、はい、行きまーす。ちょっとこれ、あーじゃあ、はい、これ、ちょっと分かんない携帯側、すみませんね。帰ってもいい、帰ってもいい、帰ってもいい。こちらあと打ち抜かれた話、バキュンバキュン、バキュンバキュン、なんでその全然乗り気じゃないですね。バキュンバキュン、こんなんでしたっけ？これだからあれだよね。コロコロって言ってハートを打ち抜かれた話。バキバナ、そういうの、メリハリがないですよ。メリハリが、略してとか言うっけ？
なんか略して何とかみたいなとかも、あ、言わせるんだ。そう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 、略して、あ、でも言ってるよね、小坂さん。言ってます、なんとかって。でも同時に言うような雰囲気じゃないですか。いや、ね、そこないよ。バキベラ、あ、なんだっけ、なんだっけ、略してバキベラせーのとか言ってるっけ。あー、でやっぱ言ってるますね、小坂さん。すごいっすね、すごい、うん、すごい。で、あったんですよ、ハートをね。あった、これあったんですよ。マジ、ハートを打ち抜かれるような、はい、まあちょっと感動した話になっちゃうんですけどね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いい、いい、感動した話、うんうんうん、これちょっと暗くなっちゃうんですけど、うん、僕のおばあちゃんが先日、うん、あの地方症が始まったんですよ。あ、そう、ちょっとボケ始めちゃったって連絡が、うちの母親から連絡が来て、うん、もう大丈夫かって、すぐ行くわって、うん、今病院にいるから、うん、すぐ行ったの、うん、で行って、ばあちゃん座ってて、うちのおかんが座ってて、うん、すぐ来て、ばあちゃん大丈夫か、大丈夫かって言ったら、うん、ばあちゃんが俺に向かって、うん、どちら様って言ったんです。あー、悲しい、ね、これは結構で、うわ、これ聞いたことはあったけど、うん、いざ来るとめちゃくちゃショックだな、うん、うん、まあでもそういう人になんかいろいろ言っちゃってもダメらしいんで、うん、なんかいろいろこんがらがっちゃうから、うん、あ、大丈夫よ全然って、あの、いつも可愛がってもらってたんだよ俺っていう話をしてたんで、うんうんうん、で、ま、なんかまだまだらで、一応その記憶みたいなものがあるところもあるし、完全にではないっていう状態の時に、うん、じゃあ一緒にご飯でも食べ行こうかって、うん、ご飯ぐらいはいけるんで、うん、で3人で行ったんですけど、その時にそのばあちゃんが、うん、あ、あなた見たことある、昨日テレビで見たって、あら、言ってくれて、素敵、あ、あと、そっか、なるほどね、昨日俺が出演してたテレビにを見てくれたんだ。あー、なるほど、嬉しい、よかったなと思ったんですけど、昨日、その前日ね、僕テレビ出てなかったんですよ。あれ、で、そしたらうちのお母さんがちょっと泣きながら、うん、あの、あんたが数少ないけど、うん、テレビに出た時の録画してて、うん、毎日見てんだって。でもうなんかめちゃめちゃ感動しちゃって、うん、それは感動する。でもうばあちゃんち行っていろいろ荷物をまた持ってかなきゃいけない、うん、じゃあばあちゃんまた来るよっつったら、うん、すげえ嬉しいなって、ここちょっとでもテレビ出ててよかったなと思って、うん、ばあちゃんち行っていろいろ準備してて、うん、で、あ、気になってどれ見ててくれたんだろうと、うん、でテレビつけてそのね録画のやつを見てたら、確認したのね、あのアメトークが入ってたんですよ。おお、うわ、アメトークだーと思ったんですけど、うん、俺アメトーク出たことなかった。だよね、うん、聞いたことない、ね、多分だと思うんですけど、ちゃんと確認したら、あの、カウカウの多田さんが似てる似てるけど確かに似てるけど、色、形で似ている、完全に打ち抜かれましたわ。っていうね、あの、今日ね、あの、見学の方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、ありがたいことに、うん、ありがたいですけど、奈良さん、何これ何これ、いや、ここがね、これがね、これがないと俺はこの企画もう終わりだと思う。まあ、ありがとうございます、うん、少しね、逆もしニコッとできたら、このボタンを押すために空間全員がちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいね、目やっちゃダメだぞ、向こうはね、目やるとやばいぞ、芸人の顔伏せる、伏せるっていうね、やりました。まあでもいい話だよね、すごい話だったもん、違ったにせよいい話だよね、まあ嬉しい、ありがたいね、うんうん、これちょっと似てる話で、相方の話があるんですけど、もう亡くなっちゃった、僕の相方がいるんですけど、亡くなっちゃったおじいちゃんがもう今亡くなったんですけど、いて、もうそのもうちょっとボケが結構ね、症が進んでたっつって、あの、もう横にしかなれない寝たきりの状態で、なんか、あの、わかる、息子になりないんだよ、わかんない、あ、もうわかんないんだ、うん、孫の後期だよ、うちの相方、うん、わからん、うん、あ、孫のあんだけ可愛がった孫も忘れちゃったんだ、うん、ってテレビバーってついてたの、その時たまたまいい友がやってて、うん、で、この人誰かわかるって言ったら、タモリって言ったんですよ。タモリさんだけわかる、タモリすげー、タモリさんすげー、タモリすげーなっていう、さすがだな、タモリさん。それだけわかんない、タモさんだけは、さすがビッグスリーだ、すごいわ、どんだけ忘れてても思い出せるっていう。俺も一回、あの、おばあちゃんに山田邦子のと間違えられたんじゃないかって言って、邦ちゃんって呼ばれたことある。おそらくね、おそらくまで、ね、もう卒業だもんね、あまりに違うもんね、思い出せなくてすごいヒステリックになっちゃう、おばあちゃんが、はいはい、あーっていう、で、バーってなった後に俺、邦ちゃんあれ、ね、ちぎれ声で、違えたもん、ちぎれ声で、わかんないんだ、似てないのにね、うーん、くにちゃんあった、くにちゃんね、話でした、話したい話、順番に話は良かったっすね、いやいやこれこれこれ、ね、これが、これが、ね、ゾンビ用のスタイル、ゾンビでご機嫌用ですから、いや、これをやりたかったの、この席替え、うーん、何
こぼれちゃう、こぼれちゃう。気づいてもらえてますかね、これをやりたかったんだよっていう。あ、え、違うのよ、なんか音響的なのもあってさ、意外とみんなさっと動かなきゃみたいな感じで。確かに、あそこすごい時間かかるはずだったの。本当はみんなぶつかっちゃったりとかするはずだったけど、違う方向行っちゃったりね。意外とね、そう、意外とあそこさっとみんなね、うだから、ちゃんと怖いもんだから、怖いからね。今回はこのゾンビでご機嫌をの練習の回で当てよう、もう練習としよう、これは。まずまずまず、はいはい、はい、色々分かりましたね。一応ご機嫌をさようならまでやろうか。あー、いい。以上、ご機嫌よう、さようならって感じで、ね、で、あ、あ、あ、まあ、待ってください、これ最後に、あの、告知とかあれば。あー、告知、はい、これ何の告知でも大丈夫です。何でも大丈夫です、何でも大丈夫です。明日の、8時から2時間で、あの J-WAVE のアバロンという番組を出させて、うん、あのラジオを J-WAVE でやっているので、うん、もしお時間ある方いたら聞いてください。はい、うん、これ僕も明日出るんですよ、ね、ゲストで。おお、すげえ、いい話。あ、これあんま言わない方がいいですか。まあでもなんか、あったかほっこりするような話を。なるほどなるほど。あの、マノエリナさんがナビゲーター。あの、あの可愛い子ちゃん。可愛い子ちゃんですね。いいな、あのマノね。ハロプロもね。あのマノ大好きです、僕大好きです。可愛い。お願いします。はい、あれば。あ、じゃあ、いいですか。第2、第4金曜日のあの、昼12時から1時間 YouTube の方で生放送、パズっていいかもというパズドラの実践。あれ、ちょっと待って、ゾンビでご機嫌ようの前の、ご機嫌ようの話した後に、この話すのすごい恥ずかしいんですけど、僕、その時、ゾンビじゃなくて、素の、あれで、笑っていいとものパロディの番組になってますね。パズドラのね、実践、終わった番組ばっか。僕と、絆さんという人力車の、まあコンビの先輩で、3人でやってますんで、もしよかったら、見てください。お願いします。お願いします。ゆめちゃんもね、今ね、はい、私今火曜夜10時から TBS の監獄のお姫様っていうドラマがあるんですけど、そちらの一応レギュラー囚人59番で出ております。すごいですよ。こちらで捕まっておりますので、ぜひ探していただけたらなって。今日もね、ちょっと囚人っぽい感じのね。あ、そうです、今日もちょっと意識しちゃって、やっぱり外に置いてあった足かせ、あれゆめちゃんのですか。じゃあバレちゃった足かせがあるタイプの、バレないようにしてるんですよ。古いな、古いタイプだな。はい、やってますんでね、ぜひお願いします。ありがとうございます。僕らは何かありますか。金曜日の、毎週金曜日23時半から MX の S-ROCKS っていうのに僕らちょっと出てます。バスケの応援番組なんですけど、明日多分僕らのロケが映るんで、ぜひ見てください。ぜひ。来月の世田谷ウェブテレビザックバラン TV でやりますよね。やるっす。100人を目指せの回を、来月、視聴者数100人目指す回を。出演者じゃなくて。そうそうそう、なわけねえだろ。出演者100人無理だから。無理でしょ、無理でしょうがよ。1人1分でいけた。やっという回をね、来月設けようと思ってるんですけど、もう視聴者の累計が100人になるよ。12月21日の同じ時間くらい。多分ちょっと、ちなみに今日はいくつだったんですか、マックスで。ちょっと知りたいですね。これ今日で100いっちゃってたらもう、だってもうやる人4ね、マックス。いや、4回40。いやいや、4回40。4回40。今ね、いや、だから至難の技っすよね、100人集めるって。いや、恥ずかしい。去年もやったんですけど、同時になんで、同じ時間で100人ないと、跳ね返り立ち返りで100じゃダメなんで。じゃダメなんですね。はい。そうなんだ。その100人が全く同じタイミングで見ないといけない。うわ、それは難しい。入れ替わり立ち返りだったら多分100人は行ってたけど、それじゃダメなんで。なるほどなるほど。なるほど。同時視聴数が100を超えなきゃいけないと。やりますんで。いっぱいゲストとか呼んでやりますんで、ぜひ見てください。はい。お願いします。以上ですね。はい。さあ、というわけで、ザックバラン TV でした。ありがとうございました。ありがとうございました。